テルグラムへようこそ。今回はですね、六本木にあります、グランドハイアット東京に宿泊しております。このホテルはですね、六本木ヒルズ、すぐ横のですねホテルでして、グランドハイアットというね、東京と、ね、福岡にあるブランドホテルの一つですね。場所としてはですね、日比谷線、大江戸線、六本木駅のね、すぐ横、六本木ヒルズのね、すぐ隣にあるホテルとなっております。はい、で今回なんですけど、通常の、ね、キングサイズのお部屋を予約していたんですけれども、お部屋を、ね、アップグレードしていただくことができまして、少し広めの、ね、デラックスツインの、ね、お部屋にしていただきました。今回の、ね、部屋は、ね、後ろにある通りいい感じに、ね、東京タワーも見えるお部屋となっております。まずはですね、このお部屋の様子を見ていただけたらと思いますので、ルームツアー行ってみましょう。はい、それではですね、ルームツアー始めていきたいと思います。今回の部屋なんですけど、17階のですね、エレベーター降りて右手すぐのね、1713というね、お部屋ですね。幅広のツインのお部屋となっております。それではですね、まず、入って左手すぐにですね、ルームキー挿すところと、そのね、掃除のサインがね、あります。はい、そして、こちら振り返るとね、こういった感じのね、廊下となっております。両サイドはね、本当にただ壁なんですけど、その先にですね、左手に姿見がね、上から下までありまして、反対側もね、鏡になってるんですけど、その下がね、ミニバーコーナーとなっております。ではですね、まず入ってすぐに右手のですね、ミニバーコーナー見ていきましょう。こうなってまして、左手にね、お茶類、それから右手にね、エスプレッソマシーンとありますね。エスプレッソマシーン、クロックでですね、こちらにカプセルが入っております。はい、こちら4種類ですね、デカフェのものも含めて4種類置かれております。はい、でこちらはですね、お茶の、ポットとね、あとはこの器もね、おしゃれですよね、ちょっと和な感じですね。はい、そしてティースプーンもね、このように絵がね、ウッドになってておしゃれです。はい、でそしてこちらね、開けますと中にですね、ティーパック類入ってまして、手前にね、ほうじ茶と緑茶、それからこちらがですね、アールグレイですね。はい、それからね、シュガー類とかミルクもね、こちらに用意があります。で下がですね、こちら冷蔵庫ですとか、いろんなね、ミニバーのスナック類とかね、リキュール類が置かれております。はい、まず上の段から見ていきましょう。はい、引くとね、こういう風になってまして、グラスやね、マグカップ、それからね、栓抜きとかワインオープナーもありますね。はい、そして、こちらにリキュール類がありますね。下の段開けますと、はい、このようになってまして、電気ケトルと、アイスペール、それからね、ミニバーのメニュー表ですね。あとナッツ類やね、グミやチョコレートなんかもね、ありますね。ワインもこちらにあります。で、右手がですね、冷蔵庫になってまして、中にもですね、しっかり飲み物が収められております。コーラやジュース、それからお水にね、はい、そして手前はね、ビールとレッドブルもね、ありますね。ではですね、お部屋見ていきましょう。ここまでね、ウッドのね、床なんですけど、その先はね、このようにカーペットになっております。正面ね、六本木ヒルズがね、すぐ隣にあるんでね、そのライトが入ってきますけど、このようなね、お部屋になっております。左手にデスク、テレビ、そして奥にですね、ソファーと、で右手にですね、このように、ツインのね、ベッドが置かれております。そしてさらに回り込むとですね、このようにかなりね、広々としたこのね、脱衣スペースというんですかね、ありまして、奥にトイレと、そして右手にですね、お風呂場とあります。洗面台もね、こちらになりますね。で左手がですね、このように、クローゼットとなっております。手前からね、見ていきましょう。こちらのね、2段目にですね、はい、こちらがハイアットの、バッグと、一番下の引き出しに、このように部屋着ですね、浴衣と、あとね、シューケアキットがね、いろいろ置かれておりますね。下にランドリーバッグも入っております。はい、このようにリントローラーなんかもね、ありますね。そしてデスクなんですけど、結構ね、これ広々としたスペースになってまして、デスクの上にはですね、電話と海外対応のね、電源と USB、 それから HDMI もね、ありますね。はい、そしてアルコール除菌シートと、こちらがですね、デスクライトですね。おしゃれなね、スタイリッシュなデスクライトとなっております。でここにね、メモ帳とね、ペンもね、まとめられております。
でですね、椅子は、このように、すごいシンプルな、ね、形なんですけど、とてもね座り心地のいい、椅子となっております。はい、で引き出しの中にはインルームダイニングのメニューですとか、はい、こちらね、追加のソケットですね。お部屋の中のねアメニティをねこちらでね買えるみたいですね。はい、で奥にゴミ箱もねありますね。でこちらがですね、さらにねキャビネットがあって、上がねテレビを置かれております。テレビはですねシャープのアクオスですね。そしてこちらにねリモコンもあります。でこちらのキャビネットなんですけど、中にはですねグランドハイアットのレターセット。はい。で、2段目にはですね、このようにセキュリティロッカーがね、埋め込まれております。で、リビングエリアなんですけど、こんな感じですね。はい。オットマン付きのね、この一人掛けのチェアがありまして、紫のね、クッションが置かれております。右手にはですね、このように丸いね、ローテーブルもね、置かれてるんでね、まあ、こちらでね、くつろぐ時間もね、いいんじゃないでしょうか。で奥にはですね、このように、ちょっとね、L 字かかった窓になってまして、こんな感じでですね、すぐ手前に六本木ヒルズ、そして奥にはですね、東京タワーがね、正面に見えるお部屋となっております。とてもね、美しい東京のね、夜景が見えることができます。はい、ではですね、ベッド見ていきましょう。ベッドなんですけど、正面からね、見ていくとこんな感じですね。はい。すごいね温かみのある雰囲気でして、リネンもねこだわった作りとなっております。でまずですね、左手のベッドサイドのテーブル周り見ていきましょう。はい、こちらね結構ね工夫がされてまして、こちらにねベッドサイドのライトがね後ろにバックライトの形でありまして、上からで照らす読書灯もあれば、このようにね細かい移動ができるライトもねベッドでねついております。そしてこちらにですね、電源と、それからね、窓のレースやね、遮光のボタンもね、こちらでね、あります。はい。あとはね、ベッドサイドのね、電気類の、スイッチですね。こちら、グランドハイアット東京とね、入った目覚まし時計が置かれてまして、こちらにですね、ちょっと引く形で、ね、追加で、ね、このベッドサイドのテーブルを広げられる機能があります。後ろのベッドボードはこのウッドの前にこのようにですねクッション性のあるフェルト生地のねマットが置かれてまして、枕はですねこのように、まあ、程よい大きさの枕ですね。はい、厚みもそれなりにある枕が2つそれぞれね置かれております。ベッドもねそれなりにふかふかしていて気持ちよさそうです。で、ベッドとベッドの間にはですね、このように電話と、それからね、ハイアットのメモ帳ですね。はい、こちらのね、ベッドサイドのテーブルもね、反対側とほぼ一緒なんですけど、後ろにね、このようにバックライトがありまして、同じように上からの読書灯と、それからサイドのね、この可動式の読書灯、そしてこちらにね、スピーカーも用意があります。で、こちらもね、同じように拡張できるスペースもありますね。はい、ではバスルーム見ていきたいと思います。バスルームねこんな感じの雰囲気となっております。こちらがですね脱衣所としてはだいぶね広いエリアとなっております。シンク周りはねこんな感じですね。こちら大きなね円形の鏡がありまして、両サイドにねラインの形のライトがねついております。はい、で洗面台のねこちらにねテレビがね置かれてまして、こちら左右ね向きを変えることができるので、お風呂場からね見ることも可能です。そして、こちら左手にですねミネラルウォーターがね2本用意されております。で、こちらにちょっとねこの宙に浮く感じでねコップが、置かれてまして、同様にですね石鹸もねこんな感じでね、壁から突き出た器に置かれているという感じですね。シンクの奥にはですね小さめのタオル2つと、ボディーローションがね、1つ置かれております。アメニティはねバルマンですね。右手手前にはですねこのようにティッシュと、それからこちらのお部屋、ね、バスルーム周りの電気と、コンセントですねあります。で上にはですねこのように拡大鏡もありますね。でシンクはですねこのようにちょっとね円形の部分が出っ張った形になってまして、蛇口周りもねおしゃれな形となっております。そして、こちら右のね手前のところに引き出しがありまして、こういうねちょっと斜めな感じで出るんですけど、上がですね、ヘアドライヤーですね。でそしてその下がですね、このように細かいアメニティ類まとめられております。ソーイングキットから、それからボディタオル、コットンセット、シャワーキャップ、ヘアブラシ、ネイルファイル、ヤスリですね、
レーザー、カミソリ、そしてトゥースブラシ、歯ブラシが2本ですね。で反対側はですね、このようにハンドタオルが2つと、こちらにもゴミ箱、そしてシンクの、ね、真下にはですね、このように体重計がね置かれております。はい、ではバスルーム中見ていきたいと思います。こちらね、手前に、しっかりねバスタオルが1つかかっておりまして、ハンドタオルの後ろ側にですね、バスタオル2つ入っております。はい、でこちらね開けますと、はい、バスルームねこんな感じとなっております。結構ね広々していて、しっかりね洗い場もね広々しております。はい、バスタブもねかなりね大きめでして、ちょっとねこの動画だと分かりづらいですけど、横幅もね結構あるんですよね。はい、もちろんね深さもしっかりありまして、背もたれやね手すり周りもねこんな感じでゆったり、使われるタイプになっております。このようにですねタオルも置かれてまして、奥にはですね、このようにバルマンのソープ、それからこちらにですねシャワージェル、ボディウォッシュもね置かれております。はい、で奥のねこの小さい入れ物にはですね、このように、バスソルトがですね、4つ収められてました。はい、こんな感じでね鏡もありますね。はい、シャワー周りなんですけど、このようになっております。はい、で上にですね、レインシャワーがありまして、ハンドシャワーもねかなり大きさがあります。で鏡があって、その下にですねバルマンのアメニティですね。はい、左から、シャンプー、コンディショナー、それからシャワージェルですね。で、こちら右手にですねこのようにハンドルがあって、こちらレインシャワーやねハンドシャワー、それから温度調節なんかがねできる形となっております。ではですねこちらトイレ見ていきましょう。はい、曇りガラスになっておりまして、開けますと、はい、このようにですね自動的にトイレがね開いていただける形となります。奥にはですねこのようにアートが飾られておりまして、こちらね入っている正面にこのトイレのねボタン類や電話、それからね、こちらにトイレットペーパーですね。はい、トイレはですね、TOTO のネオレストですね。はい、では最後ですねこちら、クローゼットを見ていきたいと思います。この広々したね脱衣スペースのね横に、でまず左手から見ていきましょう。開けますと下がねこういうキャビネットになってまして、上にですねこのようにハンガーのスペースがあります。はい、こちらにですね4本、そしてこちらにかなりね分厚い、しっかりめのハンガーがね6本ですね置かれております。で下はですね一応キャビネットある、引き出しはあるんですけど、中は空となっております。で反対側ですねこちらね開けますと、こんな感じとなっております。はい、上から見ていきますと、バスローブがね2着用意されてまして、こちらにアイロンですね。はい、でその下にですねアイロン台がかかってまして、はい、で右手はですねこのようにハンガーねかなり分厚いものがあって、こちらはですねクリップ付きのものとなっております。4本用意があります。はい、そして下はですねこのようにラゲッジラックがね折りたたまれておりまして、その下にはですねちょっとの和柄なねおしゃれなスリッパが2つ用意されております。で右手にはですねこのように、常備灯と、それから靴べらとですねブラシ、かなりね大きめのものが置かれております。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね重厚感のあるお部屋で、かつねすごい広々としていたんじゃないかなと思います。特にね脱衣スペースと言っていいのかわからないですけど、バスルーム周りがねとても広々していましたし、入り口ら辺もねすごいすっきりしているので、過ごしててねとても気持ちのいいお部屋でした。そしてね、まあ、今ご覧いただいている通り、お部屋からのね眺めが結構素晴らしくて、東京タワーをね正面に、見ることができるっていうのは、とてもね贅沢なお部屋かなと思いました。ミニバー周りもねすごく充実していましたし、エスプレッソマシンはもちろんのこと、あとはですねバス周りもバルマンのアメニティやバスソルトもねしっかり4つも用意されていたりとか、結構ねゆったりとしたホテルステイを楽しむことができるお部屋となっております。そしてねベッド周りもですね、まあ、リネンがねいいっていうのはもちろんなんですけど、枕もね程よいサイズですし、ベッド周りのね特にライティングですよね、読書灯がねアーム式のものと上からね照らされるものがあったりとか、ベッド裏のねバックライトとか結構ね細かいところのね照明が充実していたり、ベッドサイドテーブルもねさらに拡張できる仕様になっていたりとか、細かい工夫がね、嬉しいお部屋でした。
ホテルグラマではですね、このようにいろんなホテルのお部屋を、ルームツアーを中心にですね、たくさんお届けしていきますので、チャンネル登録、それからグッドボタン、コメントもね、たくさんお待ちしております。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。